久保さん、確実なアクセスの取り方は、あれじゃないですかね、NHK でいいんじゃないですかね。<laughs> NHK で <laughs>。まあでも NHK、まあ確実に来るとは限らないか。確実とは限らないですよね。まあ留守の時もありますからね。うん。そう。まあでもまあ、日々、こう、なんだ、発信しなければ可能性はゼロということですね。 うんまあ、確かにそのなんですかアクセス集まるまで大変なんですけど、まあ、やらなきゃ可能性は0%っていうね、まあ、もちろん NHK みたいな話もあるんですけど自ら集客をしていくっていう場合はなんですか、ねまあ、例えばその読売新聞売ってるんだったらピンポンしないとだめだし、うん、でもピンポンするより大変楽だと思うんですよね。 400件そのピンポンする、1日500件ピンポンするより、簡単だと思うんですよね。だからぶっちゃけその、この前ちょっと僕、卓球の動画アップしたんですよ。で、あの、世界卓球今やってて、で、まあちょっとね、すごい試合があって、で、日本勝ったんですけど、まあそれでキーワード入れたら400ぐらい回ってましたね。 まあ450に回ってます、はい。僕の普段の動画の何倍だ ?10 倍ぐらいは回ってると思うんですよね。はいまあ、ちょっとキーワード入れただけなんですけどトレンドに乗っかって。だからアクセス集めるのってまあ本当にその自分のことは誰も知らないんだけどその話題は知ってるわけじゃないですか。知ってる人多かったりする。自分のことは誰も知らないんだけどもその話題に関してはああ知っていると。 だからまあユーチューバーの人とかもね、炎上したら乗っかるわけですよ。まあ久保さんも僕も乗っかったりしますけど。そう。でもそれがまあ確実に当たるかどうかわからないけど、可能性は高いと。再生数とかアクセスが集まってくる可能性は高いんですよ。だって自分のこと知らないんで。自分のこと知らないけども、それには知ってますからね。うん。だからまずは知っているものから知ってもらって、知っているものをフックにして、えー 自分に興味を持ってもらうっていうのが、まあ、早く、えー、アクセスを集める上で、まあ、まあ一つのテクニックかなとは思いますけどねいってらっしゃい。